ちは、わちゃぴです。天才たちのワンフレーズシリーズ。今回は、ケニー・カークランドのフレーズを紹介します。ではまず、今回のフレーズを聞いてみてください。これは、You and the Night and the Music というスタンダード曲でのアドリブフレーズです。ピアノトリオでの演奏なのですが、疾走感がすごくてとてもかっこいいと思います。この曲はこのようなコード進行で演奏されることが多いのですが、アドリブフレーズを聞くと、ケニー・カークランドはちょっとリハーモナイズしているようです。さて、今回はこの中の1、2小節目、C マイナーでのフレーズを分析していきたいと思います。では、フレーズを細かく見ていきましょう。このままでは音域が高いので、1オクターブ下げて説明したいと思います。この曲はキー C マイナーなので、1、2小節目のコードである C マイナーはトニックです。C マイナーに対してどのような音になっているのか見てみましょう。1小節目は9th、11th などが含まれてはいますが、全部キー C マイナーの中の音です。しかし2小節目はフラット5度、フラット9th、メジャー7などが含まれ、アウトサイドのフレーズになります。しかしこの2小節目はそんなに難しく考えなくても、このように考えると簡単です。このフレーズは B ペンタトニックの中の4つの音を使っただけです。要するに、元のコードの半音下のペンタトニックスケールを使うということです。この中のレのシャープは、元々の C マイナーにおける3度である2のフラットと同じです。この共通する音を軸にすると使いやすいかもしれません。今回のフレーズをまとめると、トニックマイナーの時に半音下のペンタトニックを使ってアウトしてしまおうというものです。元のコードの半音下のペンタトニックを使うということは、A マイナーなら A フラットペンタトニック、E マイナーなら E フラットペンタトニックを使うということになります。もちろん元のコード、スケールからは外れるので、アウトしているという認識は持っていないといけません。では、応用例を見てみましょう。キー G マイナーのサンプルです。トニックの G マイナー7の時に半音下の F シャープペンタトニックを使ってみました。G マイナー7は2小節続きますが、全部 F シャープペンタトニックにするのではなく、インサイドとアウトサイドを行ったり来たりして変化を出しています。もちろん4ビートだけではなく、このように16ビートにも使えます。これは A マイナーのワンコードです。ところどころ A フラットペンタトニックを使っては、またインサイドに戻ってというのを繰り返しています。というわけで今回はケニー・カークランドのワンフレーズを紹介しました。簡単に言ってしまえばスケールアウトなので、歌のメロディーには向かないでしょう。しかし、アドリブなどには面白い効果が得られるので、ジャンルや楽器を問わず、ぜひ試してみてください。